今度からはもうちょっとまめに来るよ。ありがとう、キョウ君。あの、すみません。お借りした浴衣汚しちゃって。あれぐらい大したことないわ。私もエリカちゃんに謝ることあるし。ごめんね。キョウヤのこと悪く言って。あ、悪いけどありえない。あの子のそんな姿想像するだけで気持ち悪いわ。嘘じゃないし、気持ち悪くもない。キョウヤ君だって、ちゃんと本気で人を好きになれるんです。あなたこそバカにしないで。いえ、そんな。ほんとびっくりするくらい変わったわ、あの子。誰かのために何かするようなやつじゃなかったのに。やっぱり女で成長するのね、男は。でも根本的には変わってないと思いますよ。